ディズニーシーはその美しいテーマパークの背後に驚くべき都市伝説が隠されています。その真実を知れば次に訪れる時には違った視点で楽しめるかもしれません。ディズニーシーは東京ディズニーリゾートの一部として開園以来多くの人々に愛されてきました。しかしその美しいファサードの背後には多くの都市伝説が存在しています。今回はその中から特に興味深い3つをご紹介します。ミステリアスアイランドの秘密。ミステリアスアイランドには実は本物の海底火山が隠されているという噂があります。公式には人工の火山とされていますが、その内部には高度な技術が詰め込まれ本物のような噴火を再現できるのだとか。さらに地震計も設置されており、実際の火山活動を監視しているとも言われています。タワーオブテラーの幽霊。タワーオブテラーはその名の通り恐ろしいアトラクションですが、実はここで本物の幽霊が目撃されたという話が後を絶ちません。特にエレベーターの中で不気味な影が見えたり声が聞こえたりするという報告が多数あります。従業員もこの話を信じている人が多く、夜になると一部のエリアに近づかないようにしているとか。ロストリバーデルタの呪い。ロストリバーデルタには古代の遺跡が再現されていますが、実はこのエリアには本物の遺物が隠されているという都市伝説があります。その遺物は発掘時に呪いをかけられたもので、これに触れると不幸が訪れると言われています。過去には遺物に触れた従業員が次々と怪我をしたり、アトラクションが故障したりすることが続いたという話もあります。これらの都市伝説はディズニーシーの魅力をさらに深めてくれるでしょう。次に訪れる際にはこれらの話を思い出しながら楽しんでみてください。ディズニーシーの都市伝説はその魅力を一層引き立てるスパイスです。これらの秘密を知ることで、あなたの次の訪問がより特別なものになるかもしれません。あなたはどの都市伝説が一番気になりますか？コメントで教えてください。